手が一人で動くも、無意識のうちに彼女は笑いながら両手を差し出すんです。すると別の手が入ってきて彼女の手首に手錠をかけるんです。せいぜい気をつけるんだな。俺は必ずお前さんにケリをつけてやるからな。プールで溺死した学生、これが感電死した作業員、これは次の犠牲者かも。これはハサミかもしれないな。エビの。でなきゃカニかな。はい、皆さんこんばんは。今日の映画は、原名はザ・キリング・アワーと言いますね。キリング・アワーと言いますと殺しの時間ですね。けど殺しの時間ではちょっと分かりにくいですね。殺しのある事件、そういう事件の時のことなんですね。さあどんな事件でしょうね。スリル、サスペンス、ショック、すごいですね。そのショックはまあ見ていてゾッとなさいますでしょ。けど人によってはこれは最古だ、最古だという人もあるんですね。その殺し方が異様なんですね。どんな殺し方するか、それ言えませんよ。そんなこと言ったらこれからご覧になるんですか。ストップ、言いませんけど、この映画はいかにもそのショックの瞬間が怖い。さあこれは本当に映画というものの見せどころですね。キャメラですね。キャメラが見事に捉えるか捉えないかで映画は行きますね。今日のキャメラマンがいいんですね。ラリー・パイツァーですね。ラリー・パイツァーと言いますと、裸足のイサドラという名作がありました。あのバネッサ・レッドグレーブの、あの名作のキャメラマンなんですね。だから今日のキャメラは見事ですね。それからこの映画の主演はペリー・キングですね。ペリー・キングと言いますと、そうですね、皆さんあれご覧になりましたか。あのマンディンゴ、マンディンゴで大地主の息子になってちょっと足が悪くて引きずってますね。あの怖い男の役やりましたね。このペリー・キングはこの映画の主役です。その他監督ですね、監督はアーマンド・マストリアーニ、この人はオブセッションがありました。というわけでこの映画は1982年の非常に怖いスリル、ショック、サスペンスの殺人映画です。じっくり皆さん見てくださいよ。後でまた会いましょうね。はい、いかがでしたか。あの高い高いところから犯人がぶら下がりますね。それで手を離してくれと言いますね、上の男に。上の男どう思ったんでしょう。手を離した、ダーンとして斬死しましたね。上の男は離すということが友情なのか裁きなのか、さあ両方なんでしょうね。このやつ落ちて死ねと思ったんでしょうね。あるいは死なしてやると思ったんでしょうね。そういうわけでああいう瞬間見てますと、神様というものがあって人間にこういう悪いやつにはこういう裁きを与えることがまあやっぱり分かりますね。悪いことはできませんね。ところで今日の映画のこの犯人になったペリー・キング、うまいですね。なんかニューロティックで色気があってゾワッとする怖さ持ってますね。この男は舞台の俳優だったんですね。それで2年間ジョン・ハウスマンの指導を受けたんです。2年間。ジョン・ハウスマン言いますと、そうね、映画ではペーパーチェイスなんか出てきましたが、舞台では有名な俳優ですね。この舞台の有名な俳優に、この俳優が2年間勉強を受けたいことが面白いし、ベッティ・デビスも、最近ではメリル・ストリープも個人のお抱えの言葉の先生を持っているところに
映画の厳しさ、俳優の厳しさが分かりますね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。メモクラムカーチェイス、非情な犯罪者、そしてワルの上を行く悪徳刑事、異色ポリスアクション、ワイロザテイク。All right, you sons of bitches, come on out of there! もらえるものは何でももらえ、利用できるものは利用しろ。街を思うがままに操るボスか、賄賂をもらう新任刑事か。スターウォーズ帝国の逆襲のビリー・デイ・ウィリアムズ主演、異色ポリスアクション、ワイロザテイク。悪い奴がやってくる。それではここでちょっと私事になりますけど、今度私こういう本出しましたの、英語おしゃべり箱、どうか読んでくださいね。はい、もう時間来ました。それではさよなら、さよなら、さよなら。